皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなく全てお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画の続きを見ることができません。全て承諾した人のみこの動画の続きを見ることができますので、一語一句読んでください。それでは行きましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想をお寄せください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和2年9月29日火曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。今日はね、2本目の動画となります。私は今日はね FX やってますよ。はい、まだね上行ったり下行ったりしてますけれども、そうだね、今日はね、そうですね、今日の収益予定は440万ぐらいかな。はい、今日はね、ちょっと大勝負に出て、大勝負でもないけどね、440万、今日、明日、明後日ぐらいを目安にね、440万を取る予定でポジション取りました。もうね、利確と損切りも入れてありますからね。はい、全然大丈夫です。期待値計算通りやってるんで、負けてもね、損害保険からお金が下りるんで、負けてもお金は増えると。勝ってもお金が増えると。勝った時には損害保険金の掛け金を支払わなくちゃいけないんでね。なので、ちょっとね、利益は減りますけどね。で、さっきでお昼ご飯食べました。まあ大体家に一人ですからね、家でですね、自分でお昼ご飯作ってですね食べるわけですけれども、まあちょこっとしか食べないね。お昼は食べない時も多いですね。もう結構ね、年も年なんでね、食べるとお腹に溜まってしまうんでね、食べないでかき氷だけ食べたりね、飲み物だけ飲んだりまあ朝ももう食べなくなりましたね。最近は朝昼食べないで夜をちょこっと食べて終わりにすると、まあ、こういうのが一番いいんじゃないですかね。だから運動することもなく、スイミングスクールに行くこともなくね、まあジムだけ行ってね、筋肉つけて、そしてまあ体重を52キロまで落とすと、今そういうねスケジュールでやってます。あとね、トゥルースリーパー今開けました。家族分買ったのでね、結構な何万円って金額になっちゃいましたけど、今ねはい、ビニールから出してね、空気を入れて、まあ、4、5時間かかるみたいですね。完全に伸びきるまでね。そしてカバーをかけて、終わりですね。低反発クッションでね、10キロぐらいあるんだよね。すごく重いんですけど、今日の夜から楽しみですね、寝るのがね。で、先ほどの続きをね、やろうとしたんですけど、先ほどのですね、ニュースどこ行っちゃったか分からなくなっちゃったんで、まあちょっとね、三菱電機の社員が6000万円の横領したっていうニュースが先入ってたんで、ちょっとそれから読みたいと思います。まあ、三菱電機といえばね、僕の以前の会社なんですけど、まあ、これ9月25日の金曜日なんですけどね、収入印紙騙し取った疑いと、三菱電機元社員の女逮捕、6000万円分ってすげえな、おい。業務上必要と嘘をついて、会社から約160万円分の収入印紙を騙し取ったとして、大阪府警が三菱電機関西支社の元、まあ、元っていうか、まあ、最近2、3日で辞めたんでしょうね。クビになったんでしょうね。まあ、元って書くとさ、ああ今はいないのかと思うかもしれないけど、クビになったから元なんでね、まあ多分前日に辞めさせた感じですね。社員の女50、寝屋川氏を、詐欺容疑で逮捕したことが捜査関係者の取材で分かったと。逮捕は17日、
当初は女が同様の手口で総額計6000万円分の印紙を騙し取ってたと調べていると。すごいねこれ。だから何年かにわたってですけれども、まあ多分会社からね、収入印紙会社で買ってもらってペタペタ貼ってるように見せかけて、金券ショップで売ってたってことだと思うんですよね。捜査関係者によると、女は2017年4月の計7回業務上必要な収入印紙の枚数を水増しして同社に請求し、印紙計約160万円を騙し取ったと。4月に7回、1ヶ月で160万円ってことか。まあ、随分前ですけどね、これね。女は印紙を保管管理する立場だった容疑を認めているという。いや、三菱電機はね、結構厳しいんだけども、だから営業部とかさ、まあ、支社だから営業しかないよね。営業部だよね。営業部か管理部かね。管理部っていうか、まあ、総務部。収入印紙って言ったら契約書関係だから、まあ、営業部も使うし、総務部も使うと思うんです。営業管理か。営業管理ですね。女は2017年4月から昨年11月同様の手口で数百回にわたって6000万円分の印紙を、取得した上、大阪市内の金券ショップで換金、高級ブランド品のカバンや服の購入費などに当てていたりうと、昨年秋頃同社の内部調査で管理台帳の数字に食い違いがあったことから発覚。当社は今年2月に女を懲戒解雇にし、同8月に詐欺容疑で告訴していたって。すごいねこれまあ僕がね、三菱電機の稲沢製作所ってエレベーターエスカレーター工場で働いてた時は、まあこういうの一切なかったですね。一切できないような社内システムになってましたから、お金を騙し取るってことはなかったですね。まあどうなんですかねだまあ契約社員とか、あの一般職じゃないですかね。一般職の女の人はすごい給料安かったですよ。先輩でも安い。まあ一般職だからね、短大出てたりするわけですけども、高卒とか短大ですよね。で総合職って、まあ、大卒とか大学院卒は総合職ですけど、総合職は給料高いんですよ。1年目からね、1年目から年収300万以上ありますからね。350万とか。1年目から400万くらいありますからね、年収ね。残業合わせるとね、400万以上ありますから、こうやって、会社のお金を騙し取る必要もないわけね。で、仕事忙しいのでお金使わないし、まあ女性の人は、でも、ブランドバッグぐらいは買えますよね、総合職だったらね。だから一般職の人はすごい安いんですよね。だからまあこういうふうに会社の金を騙し取った可能性あるかもしれないですね。まあ給料が安いとさ、まあどうしても副業するか、アイフルで金借りるかしかないから、仕事しててもおどおどおどするわけですよ。給料安いと借金するから、借金返済でさ、頭の中がいっぱいになっちゃって仕事どころじゃないんですよね。でね、携帯電話にさ、そのお金いつ返してくれますかって、仕事中も電話かかってきたりするから、そう、心にあらずになってきちゃうわけですね。そうするともう何でもやっちゃうわけですね、人間っていうのはね。悪いことだと分かっててももうまずいということで、会社のね、印紙、まあ、お金を騙し取って借金返済に回したりするわけですね。多分借金返済だったと思うんですけどね。ちゃいますかね、借金はしてないんですかねわかんないですけど、まあ、あとは会社の上司がすごい嫌でね、パワハラとかセクハラするから、そのはけ口として、会社のお金をね、ちょっと万引きしてもいいだろうと、まあ、その力学考え方ってのはあるよね、やっぱりね、どうしてもね。そのぐらいしたっていいんじゃないみたいな、そういうのはあるかもしれないね。ただまあ
見つかった時はね、まあ会社のせいじゃなくて自分のせいに 100% させられちゃうからね、そこが問題ですよね。まあこういうことってね、僕が経営コンサルティングをやってた会社でもね、日常茶飯事であるんですよね。例えばその会社のね、会社の従業員から毎月3000円ずつ、全従業員から3000円ずつ集めてて、冠婚葬祭費に使うと。でね、社員のお父さんとかお母さんとか亡くなった時に、まあ、5万とか10万とか支払うと。そのために全社員から毎月3000円集まってたり、それ冠婚葬祭費っていうのがあるんですよね。でそれ毎月やっぱり何百万って貯まっていくわけですよ。毎月300万とかね貯まっていくわけですよね、従業員多いとね。そうするとまああっという間にさ、年間で3600万でしょ。で10年も経つと3億6000万になってくるわけですね。でまあ使ったりもしますけど、ほとんどは使わないでですね貯められていって、やっぱり5億10億になっていくわけですよ。そうするとね、やっぱりちょっと使っちゃいたいなっていうふうに思う人もいるわけね。総務部で管理してますけどね、そういうお金っていうのはね、総務部とか管理部でね。あ、これですね、これですね。それでそういうのは取締役が、もう金額が大きいからね、5億10億ってなると取締役が管理してるわけだけども、なんとその取締役がね、こっそり自分のためにね、自分の飲食費とかね、家族のために使っちゃったりするわけだね。でちょっと使うとね、やっぱりずる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 いっちゃうわけですよ。5万10万使ったつもりがね、で後で返そうと思った つもりが50万100万200万300万って言うとね、返せなくなっちゃうわけね。返せなくなっちゃって、しょうがないからって言ってね、 FX に手出すんですよ。でその冠婚葬祭費、まあ、5億10億貯まってる中から100万下ろしてね、で FX やるんだけど、もちろんFX の学校行ってないからさ、すぐ溶かしちゃうわけですよね。こうロット貼っちゃって、あれれれれって言ってる、あっという間に溶かしてなくなるわけですよ。それで、ああ、まずいと思ってね、今度は、じゃあ200万にしてさ、すぐに取り返さなくちゃって、またなくなるわけ。で、じゃあ1000万だって、ポーンってやると、なくなるわけね。それで、まずいまずいって言って、じゃあもう1億だって言ってね、1億ポーンって入れて、またすぐ溶けるわけ。それはそうですよね。期待値計算と資金管理きちんとやってないと、溶けますからね。どんなに勝率が 99.9%、99.9999% の勝率でも、お金は全部なくなりますから、ね、期待値計算と資金管理をきちんとやらないとね。あ、だから、3D 立体マトリックスですよね、FX の場合はね。だそれきちんとやれば別に1万円でも1億、10億、100億になるわけですよ。だそんなの知らないよね。世の中、だってそんな出回ってない、メイソンリーしか知らないからね。だから、んで結局お金がなくなっちゃって、んで会社にバレてね、そして逮捕されてっていう人いっぱいいますよ。伊藤忠商事もいたし、富士銀行なんかもそうだよね。ニューヨーク支店でね、もうそれやっちゃってね、隠しきれなくなっちゃって、自ら言ってね、で富士銀行なくなっちゃいました。それでね銀行自体がなくなっちゃいましたよね。あとは伊藤忠商事のオーストラリア支店の人もやっちゃったし、まあもちろんね、中小零細企業の会計管理の人なんかってのは結構やってこっそり捕まってますし、大企業の人もねこっそりやって捕まってますよね。だからお金っていうのは魔物ですから、まあ特に会社のお金っていうのは1円単位で絶対に使っちゃダメですね。はい、出張交通費とかね、そういうのも1円単位でごまかすと、どん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 5円、10円、100円、1000円、1万円、10万円ってごまかしが止まんなくなっちゃうからね。だからもう1円単位でごまかさない方がいいと思います。はい、じゃあさっきのね、続きやりますね。若手の代弁者気取りだけど、メーカー、本社、販促部門、中間管理職、B 主査43歳。主査ってね、課長と部長の間だと思うかもしれないけど、担当課長ですね。部下なし課長で、LINE から外れてますね、完全に。はい。中間管理職っていうか、まあ、
窓際族の課長です。課長、まあ係長かな。販促部門って書いてあるか、マーケティング部門ですね。もともと自分は精神年齢が若いんです。年齢相手の、あ、年下相手の会話が弾むんですよ。愛読者も20代と同じ雑誌がほとんどです。実際40代の B 主査は30代に見える若々しい方でした。仕事の進め方も若手重視で、意思決定はボトムアップがモットーで、ボトムアップっていうのは、あの若手 下からの意見を聞いて、決断するってことですね。常に若手の考えを尊重し、彼らの要望を上に伝えてきた、いわば若手社員の代弁者でしょうか。もちろん自身もアクティブに仕事に取り組んできました。会議の場では最新の情報をいち早く取り入れて、今までにない視点からの提案や最新のトレンドを意識した反則企画を提案、ワンパターン化した話をしたことがありませんというのが自慢です。ところが、そんな B 主査、もう主査のことね、主者とか言ってましたけどね主者と言えないからさ、あの江戸っ子はさ、主者とか言えないから、主者とか人事効果では私の良さが全く評価されていないんですよ。みんな前例主義で新しい取り組みに臆病なんですよと言います。人事効果は全員がマイナスですからね、はい、プラス再査定というのはないですから、全員マイナスですから。そこで、自身のキャラを生かせるようなベンチャー系に適職を考えているのだが、どうだろう。それが彼の相談でした。彼の勤務先は歴史あるメーカーでした。そうした組織において、彼が本当に本人の言うような人間なら貴重な異端児とも言えるでしょうが、なり得るでしょうが、それは彼の勝手な自己評価に過ぎないのではないかと思うようになりました。面談を重ねる中で、本人が風潮する専門知識をその時だけ必要な最低限の範囲を取りに急ぎ浅く薄く調べただけであり、提案内容にもどうもその場限りの思いつきのレベルで、中には本当にその用語の意味を理解しているのかと首をひねる場面もあったからです。実はこのケースで彼が私の事務所に相談に出向いた理由は、彼の同志の勧めでしたそうなの。君の考えを第三者に聞いてもらったらどうか、そういう客観的な意見を聞いても損はないからと水を向けたようです。さらに付け加えると、彼の会社は以前にセミナーを開催させていただいた企業で、その際に知り合った上司の直属の部下だったのです。その上司からあらかじめ会社側の見解を伝えられました。会社は彼の仕事について、自分が興味を持った情報を収集するだけで仕事に生かしているとは言えない、なぜもっと業務に必要な情報収集や分析に目を向けないといった評価をしているという話でしたが、面談の結果、私も会社側の評価が適切であるという意見でしたこの時は私の受けた印象と今後の修正すべき点を本人に一つに伝えました。その後しばらくおとなしかったようですが、結局彼はその後、会社の先輩が起こしたイベント企画会社ヘッドハンティングにヘッドハンティングされたと連絡が来ました。しかし安心したのもつかの間、ほどなくしてこのイベント会社も退職し、その後は音信不通だと先輩が教えてくれましたとまずいね。会社と社員のズレの原因、先の事例は共に親会社の心、子親、子社員知らず、この心親認めずと言えるでしょう。自分は期待以上の貢献をしているはずなのに、なぜ会社は他と同じ評価しか、あるいは低い評価しかしていないのかと社員が思う一方で、会社側もいつになったら自分を客観的に見ることができるんだ、今の場所職場で評価されずに、すべきことをしていない、評価されるためにすべきことをしていなければ評価できないのは当たり前だろうと考えている、このズレが食い違いの原因と言えますと。その結果、今の職場で巻き返すことより自分のポテンシャルあるかどうかわからなっていないを引き出してくれる新天地に惹かれるか、そういう点選択すらせずに不平不満を抱えたままの会社勤めを続けるといったネガティブな日々を過ごす間に分かれていきますと。ここまでは40代の以上の管理職を例にしましたが、40代以下30代の会社の中核を担う世代でも会社との評価のギャップに不満を持ち、相談に来るケースは少なくありませんと。
特に目立つのが新しいじゃんけんでいいとこ取りと勝手に結論をまとめる評論家タイプです。簡単に言いますと、前者は他人の意見のいい箇所だけを取りまとめて意見が出尽くした後にさも自分の意見のように発表するタイプで、あ、こういうのいるよね、こう乗っかってくるタイプいるよね、びっくりするよねこれ。後者はどんな場面でも必ず一言コメントを付け加えたり勝手に結論を決めたりするタイプだ。いるいるいるわ、この人に乗っかってくるやついますよね。このどちらも自己評価ではリーダーシップを自認し、今の役職以上の仕事をこなしているとなっていることが多いのです。まあなんか変な本読んだか、変なセミナーに出たんだと思いますよ。その場しのぎのね、リーダーシップになるためにはどうしたらいいかとか、まあ詐欺師のセミナーではこういうことを教えるよね。自己満足は勝手にしていればいいのですが、周囲から見ればただの、他人のふんどしで相撲を取る、何ですか、取る意見ですか。上司から見ても評価は厳しいものになるのですと。にもかかわらず彼らはこんな力量なる人材をなぜこんな立場に置き去りにしていると、これまた会社や上司の判断に問題ありと相談に出向いてくるのです。そしていかに自分は正しく評価されていないか、果たしてこのような会社にこのままいることは大いなる間違いではないかという思いを口にするんです。これ、昔からある話だこれね。ちょっと長いけどあと少しだから読みますか。昨年は利益が出ているうちに定年延長を前提にした人員の適正化を図るという名目で黒字リストラが始まり、今年はコロナ禍による市況低迷で深刻な赤字リストラが必須と言われています。このような背景で会社が考えることは共通しています。会社が期待する成果を上げている評価に値する人材を守るとともに、期待に応えていない、もう応えられないと判断した人材には厳しい対応を迫ります。その時点で軌道修正を図っても後の祭りですと。まあ40過ぎたらもう払い箱だよね、会社はね。特に今コロナの影響で会社の売り上げはばったり込んで赤字なんで、まあ40以上の、まあ、高給取りじゃないのかもしれないけど、今はね40歳以上の社員というのは頭硬いしね、何言ってもすぐには動かないしやらないし、若い人ははい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 言ってね、給料安いのにね、はい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 やって残業もするしね、可愛いよね若いのはね。20代っていうのは可愛いけど、男も女もねニコニコしてね元気はつらつで可愛いけど、もう40以上だと、明日やりますとか言ってね、もうやんないもんね。ね、なんとかもうこんなやついらねえよと思うよね。確かに無能な上司の下に配属されたために不当な評価を下されるケースも少なくありません。また全く正しく最適な意見が伸びているものの、相手を選ばず時と場所を考えないために評価されていないというケースもあるし、まあ会社の中にはね派閥もあるし、まあさっきやったようにですね、会社のお金を使い込んじゃって不正をしてる、課長とか部長もいるからね。半沢直樹みたいにさ、その不正を暴こうとする若いやつは評価されないし左遷されちゃうよね。だからまあ僕もいろいろね経験して、コンサルティング経営コンサルティングやってる会社では、まあ部長が会社の金を使い込んで、結局それ1500万ぐらい使っちゃってさ、捕まっちゃって刑務所入ってましたけどね、1年ぐらいね。もう今出てきてると思いますけど、で、まあ、それを知った部下のね、課長とか副部長とかって辞めちゃいましたね。部長に言っても、まあ、黙ってろとか言うからね。まあ、黙ってたら自分も捕まって刑務所ですから、辞めちゃいましたね。で、みんなびっくりしちゃって。なんでね、あんなに会社のことを思ってて、課長とか副部長までなったのに、急にあっさり辞めちゃったんだ、つってね。びっくりしてましたけど、前、その、ちょうど1年後ぐらいかな。当の部長が、会社の金使ってたっつってね。あれは、そうそうそう、税務署、国税庁から、お宅の会社、
会社のね、不正、秘密口座がありますよって言われたんですよね、国税庁から。で、っつってびっくりしてさ、調べたら隠し口座があって、そこに会社の金が流れてたり、あとは取引先からね、キックバックでそこにお金が振り込まれてたりして、で、部長がね、まあ、マンションの自宅の住宅ローンの返済とか、飲み食いに使ってたっていうね、なんだよっていうね、まあびっくりしましたね、あれも本当に、まあみんなから慕われるような、優しい正義感のあふれる部長でね、で奥さんが警察官だったんですよね。それでまあストレスでね、もう家に帰ったら奥さん警察 の奥さんだからね、で会社にいれば部長だしね、ストレスで多分やっちゃったんだと思いますけど、まあ警察に捕まってね、それで、まあ、翌日に奥さんから離婚されたそうですね。奥さんが離婚届出して離婚になっちゃったって、奥さんはそういうの嫌いだから、犯罪っていうのがね、まあきつかったですね、あれもね。このようなケースを除き、多くのリストラ候補者はリストラに掲載されているのは自己分析ができていない、腹を割って話せる上司や同僚がいない、他責に逃げるという共通する特徴があると私は思っていますと。人事評価に限りませんが、ギャップを感じたらまずは自ら一歩引いて自分の言動や実績を客観的に分析する。そうすることでギャップの要因を把握することができ、ギャップを埋めるための行動に移せるはずです。そしてそれが結果的に不幸な転職や独立という地雷を踏まないための最善策だと私は思っています。まあどうですかね、今コロナで厳しいと思うし、まあ JR とかね、全日空なんかも、もう元に戻らないかもしれないって言ってね、泣き言言ってますけれども、大幅赤字でね、まあ、JAL とか全日空とか、JR 東日本とかね、もう新幹線乗る人いないよとか、飛行機乗る人いないよって言って大泣きしてますけどね。まあ僕は人間というのは怠惰な動物なんでね、元戻っちゃうと思いますよ。コロナもだいぶ収束してきたし、コロナにかかってね、重病になる人も少なくなってきたしね、まあ免疫ができてきたんだと思いますね。だから、で、ワクチンもできましたから、できてきてますから、もっと戻っちゃうと思うんですよ、生活は。で、もっと、国のね、GoTo キャンペーンもあるから、みんな飛行機乗ってね、年末はいろんなとこ行っちゃうと思うんですよね。海外も行っちゃうと思いますよ。で、新幹線乗って帰省しちゃうと思います。で、僕も、ジェットスターには、年間会員になってるんですけど、昨日ね、メールで、5000円の、バウチャーが送られてきまして、無料券ですね、5000円分送られてきたんでね、おお、5000円もあればどっか行けるよと、鹿児島とかね、北海道とか行けるじゃんと思って、年内にね、どっか行こうかなと思ってます。なので、また来年早々って、まあ今年の年末ぐらいだと思いますけど、人手不足って言ってね、リストラ何だったのってなると思うんですよ。今は確かに厳しいかもしれないんで、まあ、冬のボーナスもね、7割カットとか出ないとかあるかもしれないけれども、この冬を乗り切ればね、またボーナス出すからとか給料上げるから残ってくんないかってね、上司から言われると思います。なので、おい、ふざけんじゃねえぞこの会社や、クソ会社とか思いつつ、給料がね、大幅アップして、ボーナスも大幅アップになる可能性非常に高いし、また中国からもね、インバウンドで観光客が山のように押し寄せると思います。来年早々ね、中国、香港、台湾とかね、だからあと世界中からね。なので今の会社には残ってた方がいいと思いますよ。どんなこと言われてもね。だからディズニーランドの人たちもね、まあ、1月3万6000円とかね、
11万とか言われてると思いますけど、残ってた方がいいと思いますよ。うん、で、副業で、まあ、アルバイトしたりね、しながら、今は、この時は耐えてね、やめないようにした方がいいと思います。そう遠くないうち、もう今年のクリスマス前、12月とか11月末からですね、外国のインバウンド、中国の人とかね、日本の人とか、もうむちゃくちゃ観光地に訪れてですね、ホテル泊まって、暴飲暴食してですね、お土産山ほど買うと思います。もう夏、春、夏、秋って、春、夏か。春、夏、秋ってね、遊びに行けなかったもんですから、今年の年末クリスマスは、もう今までなら50万、一人50万ぐらいかけてね、大遊びすると思うんですよ。で、人が足りない、人が足りない。もうね、実はですね、ここ松戸でもですね、週末の飲食店、デニーズとかね、ココスとか、ガスト、サイゼリア、ロイヤルホストなんかっていうのはね、もう人手が足んなくて、なかなか食べ物来ないですから、調理人のアルバイトさんとかパートさんも足りない、ね、リストラしちゃったから足りないし、あと、ウェイター、ウェイトレスの方も足りないし、ね、学生採用してないからね。で、なかなか来ないですよ。食べ物がね。なんだよって。あとは、くら寿司とかもね。むっちゃくちゃ人が、もう毎晩のように出てますから、もうここ1ヶ月くらいじゃないですか。会社で、肩身の狭いね。リストラするかしないかって言って、お前、首に、会社辞めないかって言われても、いやー、課長とか、いや、部長何言ってんですかって。世の中動き始めてますよって。ね。今一度考えてくださいよって。年末には、うちの会社だってウハウハで人足んないですから、つって。そうかって言って。ね。そういう明るく楽しい話をすればいいと思います。で、YouTube もね、また広告費がね、いっぱい乗るようになると思いますから、今ね、YouTuber の方で広告費少ないなと思ってる人も、まあ、あと1ヶ月ぐらいだと思いますよ。で、FX もね、皆さんね、今控えてるかと思いますけども、FX もやっぱりやった方がいいよね。バン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 。特に今年はあと1ヶ月ぐらいで大統領選が始まりますからね。まあ、むちゃくちゃ動きますから、4年に一度の大フィーバーになりますよね。うん、ここでやんなければいつやんのっていう時期ですから、FX はね。だから今からね、海外口座 XM 口座開設してですね、チャートなんかっていうのをセッティング終わらせておかないと儲けられる時に儲けられなくなりますから、本当に大泣きしますよ。うん、みんなね、4年前の、トランプ大統領が決定した時に戻してくれ戻してくれって言ってますから、はい、あそこでねロング入れてればね、何千万何億儲かったかわからないぐらい儲かりましたからね。それではね、今日2本目の動画はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。コロナのね、影響で景気低迷っていうのも、まあもうないですね。まあ1ヶ月どころじゃなくてもうないですよ。もう松戸はもう動いてますよ。通常通り動いちゃってる。みんな平気で外出てるし、まあマスクはしてますよ。マスクしてるし、アルコール消毒してますけど、だからこそ感染しなくなっちゃったんですよね。だから、ほんで、ほら、マスクしてるからインフルエンザもかかんないでしょ。で、インフルエンザかかってる人いねえから、今ね。だから、すごいっすよ。飲食店、なかなか来ないですからね。もう、くら寿司とかもう外で並んでるから、人がね。もう、ああ、元戻っちゃったよって。人間ってね、怠惰な動物なんですよ。元戻っちゃうから、忘れちゃうから。だから、楽な方、楽な方行くんですよ。ご飯なんかね、揚げ膳、生鮮が一番いいんだから。で、国からもね、一人10万もらったから、子供3人いたら、それで50万ですよ。50万毎日食ってもね、なかなか、1ヶ月で食い切れないですね、2ヶ月ぐらいね。なので、まあ、これから年末にかけてね、すべての産業で、ものすごい大フィーバーが起きると思います。それでは、第2回目これで終わりにさせていただきます。第3回目の動画ね、できたらまたあげますよ。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。